はい、では、対話発端検出の対話システムへの適用という論文について、発表いたします。文献の情報はこの通りになっています。概要です。対話破綻検出を適用した対話システムを提案しています。そのメインの部分はその適用する適用手法で、3つの適用手法とに対して3種類の対話システムに対してこれらを適用した結果、非破綻確率のベース手法と線形回帰ベース手法において対話システムの性能が向上するということを確認しました。背景です。対話システムのタスクの一つに対話破綻検出チャレンジというタスクがあります。このタスクの目的はその対話破綻を検出することでシステムが対話破綻を回避できるようになるというふうにされています。ただ実際にその破綻の検出をした後にそれを対話システムに応用するといった本来の目的を実際にやって検証したという例はあまりありません。またその破綻検出を適用の手法を適用するチャレンジについて簡単に説明しておきます。この対話破綻対話破綻検出チャレンジ、通称、DBDC というものでは、破綻ラベルというものを、対話データにアノテーションされたものを使って、学習して破綻検出器を作成するというタスクになります。アノテーションには、3つの破綻ラベルが付与されていて、1つが O、破綻ではない、T、破綻と言い切れないが、違和感がある、X、破綻しているの3種類の破綻ラベルが対話データに付与されたものを学習 して、検出器を作成していきます。はい、で今回、その対話破綻の検出をする手法において使われているのが、この対話破綻この手法は、急激な話題転換や対話行為などを素性に、エクストラツリーズリグレッサーでラベルの確率分布を推定するというモデルになります。ただ、この元の手法では、その素性の一つに対話行為のアノテーション済みコーパスというものを用いていますが、このコーパスは、非公開になっているため、この対話行為のを新たに推定器というものを構築しています。それが39個の対話行為をタクラスサポートベクターマシンで学習させたものになっています。で予備実験でちゃんとこの杉山が提案したモデルのそのままの結果と同等の結果がこの使っている対話モデルが3つあって1個ずつ軽く紹介していきます。まず1つが用例ベース対話システム、本論では IRS という名前のものを使っています。これはユーザー発話と類似した用例を検索して応答とするというモデルになります。408個分の対話から抽出した合計 26,972 個の用例を使用しています。検索にはアパッチルースルシーンと携帯素解析機に黒文字というものを使用しています。で応答候補は類似度の上位10件と応答スコアがアパッチルシーンが出力した類似度を使っています。で次にニューラルカンバセーショナルモデル NCM です。これは、ニューラルベースのエンコーダードロップアウト率が 20% でパラメータの最適化手法にはアダムを使っています。このニューラルカンバセーションモデルの学習には1000万件のツイッターのツイートリプライペアを使って学習しています。で最後にニューラルタレンスランキングモデル NUR というモデルです。これはこの論文の筆者が提案したモデルでニューラルネットワークベースの対話モデルになっています。生成した発話候補をランキングして高順位の発話を使用していくというモデルになります。このオートスコアは NUR モデルが発話候補の順位付けのために出力するスコアを用いています。細かいパラメータとこの NUR の論文そのものに書いてあってちょっと自分見た感じちょっと分からなかったんでここで
目が分類ベースというもので、破綻検出の分類結果というものを一番重要視して、その破綻検出で破綻と分類された応答候補を下位にリランキングしていくという手法です。各ランベルの確率分布から最大確率のラベルを分類結果としています。なんで複数の同じ対話に関してもアノテーションのラベルはバラバラになっているので、その中で一番多くアノテーションされたものをそのまま使っているということになります。で、次に破綻確率ベースというもので、こちらは応答候補のスコアと非破綻確率の積をスコアとして、それで改めてリランキングするという手法になります。で、最後に線形回帰ベースということで、1.0、 フレが 0.0 とした時の平均事情誤差を使っています。学習データです。ニューラルカンバーセーションモデルとニューラルタレンスランキングモデルは独自に収集したものを使用しています。で、 IRS は対話破綻検出チャレンジ2のデータセットをそのまま使用しています。細かいデータはこのようになっています。はい、で、評価実験です。応答候補リストをリランキングした結果を評価していきます。テストデータは複数候補に対して破綻ラベルを付与したものを使用していて、評価指標にはマップを使っています。これがそのテスト評価用のデータの情報になります。でこちらが NUR の結果になります。全体的に、基本的にはその対話破綻検出の方法を適用すると精度が上がっているということが分かるんですが、IRS 以外 NCM と NUR に関しては、分類ベースの効果があまり、効いていないということが分かります。はい、そこで、出力ラベルの分析というものを筆者らは行っています。こちらがその破綻検出法の出力ラベルの分布の結果になります。で、これを見この表の結果から、IRS では、破綻と検出がリランキングされるため、IRS の性能向上に大きく、その分類ベースだと IRS にも大きく効果があるんじゃないかというふうに考察されています。ただ逆に、NCM と NUR はもともとの破綻のデータ数が少し少ないので、その単純に、破綻だけのデータを用いる場合には性能向上の余地が小さいというふうに考えられます。そのため、正解ラベルの情報を用いている非破綻確率ベースや線形回帰ベースが性能向上に有効であるというふうに考察されています。はい、で、次に対話破綻の検出の性能と応答性能の関係についての追加実験です。これは適用手法は非破綻確率のベースを用いて、モデルはそれぞれ3種類全てにおいて学習データを減らして実験を行っています。その結果、これがデータサイズなんですけども、やっぱりデータサイズが大きくなるごとに基本的には性能が大きくなっているということで、性能が良くなっているので、対話破綻検出機の性能がやっぱり、応答の性能の向上には重要であるということが確かめられています。はい、実際にその適用前後の応答の変化というものを、追加で調べています。対話破綻検出を適用する前後の、リランキングした1番目の応答に含まれている単語数と語彙数を調査しています。語数と語彙数が適用後の方が減っているということが分かります。これは、破綻しないような対話を学習していく、破綻しないような対話を発話を選択していくので、無難で簡潔な応答というものを選んでいるんじゃないかというふうに筆者らは考えています。
で、NUR がほとんど変化がないのが、そもそもまず NUR には応答候補にそういった、まあ無難で簡潔な応答というものが少ないため、こういった、語彙数や単語数にほとんど変化していないというふうに述べています。で最後に、ユーザーと実際にユーザーとシステムで対話を行った評価結果になります。この実験では、IRR楽しさ総合の3項目で評価しています。まあ、その結果、対話破綻の検出を適用させていると、まあ、やっぱ自然さといったものが向上していて、まあ、総合的にも、まあ、性能が上がっているということが確認できるのですが、やっぱり、無難な応答を選択しているので、この楽しさといった面では、破綻検出前の方が多いというふうな結果になっています。はい、まとめです。対話破綻検出を適用することで対話システムの応答性能が向上できるかというものを実験的に評価しました。対話破綻の適用手法として分類ベース手法、破綻確率ベース手法、線形回帰ベース手法を提案しました。そのうち破綻確率ベース手法と線形回帰ベース手法使用しないモデルと比較した場合に、自然さは向上するが楽しさ、応答のユニークさといったものが低下することが確認されています。今後の課題としては、先ほども言ったような無難で簡潔な応答が増加することへの対処方法を、検討していきたいというふうに論文では書いてありました。以上で発表を終わりにします。